小説利休になった日第4話。前回までのあらすじです。これは夢かな。ふと目覚めると千利休になっていた。古田と共に聚楽亭行き、蒲生、細川、池の坊に出会う。このメンバーで秀吉の茶会に出席するという。つくばいでちょっとしたハプニングが起こるが、古田織部の起点で乗り切ることができた。こんな調子で大丈夫か、私。第一章、千利休としての船出。第一節、千宗益。第一の四節、秀吉登場。茶室に入りしばらくすると亭主がやってきた。蒲生、本日はお招きいただきありがとうございます。秀吉、今日は氏里が正客か。宗益、なぜ次客になった。細川、本日は趣向を変え、この細川忠興めが正客を決めさせていただきました。秀吉、忠興も随分と偉くなったものだな。きらびやかな服を着た背の低いこの人が関白秀吉か。そこは黄金のまぶしい茶室。秀吉、宗益、この茶室をどう思う。なんて答える。良いというか悪いというか、そもそもどんな感想を言えばいいのか。秀吉、どうした、何か申してみよう。私、キラキラと素晴らしい茶室ですね。秀吉、何を申しておる。そなたも設計したではないか。まあよい、始めるとしよう。一度壮礼する。服紗をさばき始める秀吉。何かぎこちない。秀吉がこちらをちらちら見ている。どうやら手順を忘れたようだ。かといって私も手順を言えるほど分かっているわけでもない。何と言おうか瞬中していると横から助け舟が出た。古田、そういえば利休殿、利休殿の師竹野女王殿がかつてこのように言っていたそうですね。本来もなき古の法なれど、今ぞ極まる本来の法と。関白様の手前こそ天下の手前ではないでしょうか。私、ありがとうございます、古田殿。秀吉、宗益、今日はいつもの覇気がないな。何かあったか。まずい、どうしよう。蒲生、利休殿、もしかして先日の一輪挿しの件を悩んでおられるのでは。私、庭の花をすべて切って茶室に一輪だけ花を生けた件ですか。大胆なことをしたと思います。秀吉、宗益、率直に聞こう。一輪挿しの件、反省しておるな。この雰囲気は肯定しかできないな。私、申し訳ございませんでした。秀吉、正忠よ、例の水がめを持ってまいれ。では宗益よ、その水がめに花を生けてみせよ。それで許そう。心配そうな顔の瀬田が、私の前に水がたっぷり入った水がめと勾配の乗った花台を運んできた。そういえば水がめに紅梅の花びらを散らすという逸話があったはず。課題を持って水がめの前に進み出て、紅梅の花弁を一枚ずつ水に浮かべていった。秀吉、くだらぬ、実にくだらぬ。今日の茶会はこれでお開きとする。秀吉は怒って茶室から出て行ってしまった。あれ、こんな顛末だったろうか。確かお褒めの言葉をいただけたはずだが。瀬田に見送られ、
門前まで進むと、ガモから安堵のため息が漏れる。ガモ、今日は疲れましたな。よろしければ我が家でもう一席いかがでしょう。池の坊、そうですね。どうでしょう、皆さん。皆さんと言いつつ、明らかに私の方を見ている池の坊。少し考えていると、細川が助け舟を出した。細川、利休殿もお疲れでしょう。幸い、私の籠がそこにおります。よろしければ、利休殿の家までお送りしたいのですが。古田、その方が良いでしょう。夜、坊主が町を歩くのは物騒ですしね。私、ありがとうございます、細川殿。全員に軽く会釈し、細川と共に籠に乗る。いかがでしたでしょうか。今日は一輪挿しの逸話について説明したいと思います。一輪挿しの逸話は、まず利休の家の庭に一面に朝顔が咲いていたという話から始まります。利休は秀吉を朝顔を眺めながらの茶会に誘います。ところが、秀吉が来てみると、庭には一輪も花がありません。茶室に入ると、朝顔が一輪だけ生けてあったそうです。最初、秀吉は、朝顔を眺めながらの茶会なのに、なんで一輪しかないんだという形で激怒するのですが、最終的には、この一輪の花を感じることで、詫びの心を知ることができたようです。そういう逸話ですね。そして実際、その続きの話として、水瓶に紅梅を散らすという話があります。まあ、今回の話では失敗してしまったようですけどね。では次回。第 1.5 節、細川邸での秘密会議に続きます。お楽しみに。